はい、こんばんは、星野光です。はい、今日も、まあ、雑談というか、まあ、急遽配信の方ですね、いたします。ちょっとね、週末、ホカゲーとかサッカーとか見ててガンオペの方ちょっと放置してたもんですから、いろいろとハロとかメールの方、たくさん届いていましたので、拝見させていただきました。まあ何を言いたいか分かりますよね。なんかね、私が突っ込んでたチームの方、なんかまた綺麗に元の鞘に帰ったみたいな感じで、でリーダーは責任を取ったの？よく知らないけどいろいろと、ご報告の方ありがとうございました。別にね、なんつうんだろう、なんかね、個人的に嫌いとか嫌とかっていうのよりもやっぱりね、なんかさ、今私が所属してるホワイトファングもそうだけどさ、その中堅層以下のチームがさ、結局ああいうチーム、チートチームとかにさ、フルボッコにされてるわけじゃん、今までされてきたわけじゃんね。でね、もう結構上から目線でねねえ、なんか物言ってくるわけじゃん。そりゃさ叩かれるっしょ。黙っちゃいないって、あんまなめんなよバーカ、本当に。さ、なんかね、強いから偉いとかさ、そういうのじゃないんやで、ゲームっていうのは。こうさ、みんなさ、一応ね、規約は知らんよ。でもさ、法律の範囲内でみんなさ、ね、ちゃんとルール守って遊んでるわけじゃん。そりゃさ、それも破られてさ、ねえ、託したっていうかさ、下のチーム、まあ、下のチームになるわな、普通に。普通にチート使ってるか使ってないかだけでものすごいギャップがあるわけだから、むちゃくちゃハンデついてるわけじゃんねえ。それでさ、もう錯覚なわけじゃんねえ。それでねえ、俺ら強えとかさ、なんかそんなんやってるやつはそりゃみんな腹立つし怒るに決まっとるじゃん。逆にそれやられてみねえ。だからなんで逆ギレするのって感じよ私から言ったらもう小学生かよみたいな感じで勝手にすりゃいいじゃんって。ただ俺はさ、まあ皆さんもそうだけどさね、ちゃんと証拠元に全部物言ってるわけだからね。だから全部あれじゃん、動画とかさで説明できない部分とかも全部リンクとか貼ってさ、長い文章ちゃんと俺真面目に書いてるやん。全部紐付けしてるじゃん。あれさ、あれ公式のメールやで、あれあの外茶とかじゃないよ、あれ公式のメールで、あんなんさもう残ってる時点でさ、普通基本他のゲームだったらもう 100% アウトだよ、もう即番だよ。でもしれっとやってるわけでしょ。ね、俺は運営が一番悪いんだけどさ、でもでもそれに甘えてるなんかチート野郎たちもちょっとやりすぎだよね。だからもう自粛してくださいで、反省して3年過ぎたらまた戻ってきてください いや一応3年はさねえ、犯罪期間だからさ、それ叩かれるで、3年間。
まあ、いつからを基準に3年って言えばいいのか分からんけどさあ、だからさ結局さねえ、なんかそういう卑怯なことやってるやつは絶対自分に返ってくるからやめとき、マジで。私ディスコードとかハロとか、まあ、メールもそうだけど、もう LINE もそうだけどさ、このネタだけでもう私に来てるあれだけでも40件以上あるんやで今回のやつとかで もう相当なネタやだよ。このゲームだってもうぶっちゃけかそってるじゃん。その中でさ40件以上ねえ、一個人の私にさねえ、いろんな情報をいただいてる現状を考えると、多分運営の方に行ってるねえ、まあ、チートに対するクレームっていうのはさ何百件とか言ってるんちゃう？でも実際にねあるチームのリーダー数名さんはもう本当にブチ切れて、ちゃんと警察とかにも全部出してるから、で俺全部さまあ俺だけじゃねえよ、あのみんなさなんかコメントとかあの会話とかのあれとか全部取ってスクショ撮ったりとかさね、 OBS かまして録画してる人今多いから、そんなこと言った覚えはない、やったね記憶はないとかっていうのも通用しないからね。今世の中でもそうじゃん、もうねコンビニとかも電柱にも今新しい電柱とかにもね防犯カメラとかついてるからさ、もう何やってももう逃げれん世界よ本当に。ネットがこんなね盛んになっちゃったわけだし、で昔のさ2ちゃんとかそういうレベルちゃうからね、もう個人がさねえもう堂々とそういった情報をねえもう晒して叩いてるわけだからさ、だからもうねえもう信用性が全然違うじゃん匿名でも何でもないし証拠ネタも上がってるわけだしさねえ、で逃げも隠れもしねえし、で実際さやましい奴らが全員逃げてるわけじゃん。俺は正々堂々となあ門官だったら向かってこいみたいな感じで、そっかり全部証拠持ってるぞっていう感じでやってんだからさ、でみんな全部逃げてってるわけじゃん。爆裂の奴らもそうだしさね、今回の何ね月の女帝とか976関係もそうなわけじゃん。結局はまた元の鞘に戻ってね、なんか活動停止しますとかね、なんか頭に来たからもう一回ねえ976復活させますとか、もう勝手にしろって、自分たちが蒔いた種じゃん、俺ら何にも悪くねえじゃん、俺らなんかねえ制圧とかでさフルボッコにされてる動画全部上げてるでしょ、あんなん逆にお前らやられてみろこらなあ、みんなどっちが悔しい思いしとるか分かっとるんかこれ、いい加減にしろよお前本当にさねえ。いやこれでもね優しく動画上げてるんだから本当にみんな俺はまだこれは半分ネタです、もう面白おかしくやってるあれですけど、ガチでキレてる人本当多いからやめときゃよ本当に。やっぱそれなりにお金かけたりとか、あとさ引き抜き強引な引き抜きとかやってさチーム潰されてる経験がある人はねえ相当恨み持ってるよ。だからまあねえちょっとでまあ皆さんからいろいろと報告いただいてたものですからね、こうやって上げてみたんですけどもうゲーム手動かしてねえしな喋ってるだけで。いやだからさ自分たちが間違ってないんだったら別に活動自粛しなくてもいいしさねえ貫けばいいじゃん、自分たちは間違ってませんよっていう感じで。
それをさ、で逃げるような形でさ、やるんだったらさ、もう最初からやるなよって感じよ。むちゃぐちゃ卑怯やって。たかがゲームかもしれんけどさ、みんなさ、ねえ、奥さんとかにさ、ねえ、内緒で課金してたりとかさ、うまくやりくりして、ねえ、遊んでる人たちとか、マジかわいそうやで、本当に。だから自分たちがさ、なんか、ねえ、いろんなチームイベント上位に立ってさ、ねえ、いい気分になってさ、でその裏にはさ、やっぱり悔しい思いしてる人たちがさ、ねえ、たくさんいることを忘れちゃいけないし、だからそれが成功法だったら誰も別に文句言わないし、逆にさ、じゃあねえ、目標としてねえ、なんかあのチームを目指そうとかさ、昔そういう感じだったじゃん。まあ昔はまだそのチートとかさ、そういった部分っていうのがさ、まあグレーゾーンだったからもうやったもん勝ちだったけどさ、ねえ、だから結局チートして、ね、してでも対抗してねえ、向かってやろうとかっていうのは昔は別にそれもねえありだったわけだけどさ、やっぱりネットの特にゲームの世界って年々すごい状況変わっていってるわけですから、やっぱそのコンプラに合わせてね、やっていかないと、結局一番損するのはプレイヤーっていうかね、消費者だから。運営はやっぱり、なんだかんだ言ってさ、守られてるしさ、ね、金儲けできてるわけじゃん。ねえ、もうプレイヤーなんか何のいいこともないじゃん、こんなんでさ、もうなんか。プレイヤー同士さ、なんか張り合ったりとか揉めたりとかしてさ、もともとはだいたい運営が悪いんだからさ、そこはみんな結構一致してる部分はあるわけじゃん。だったらそれに向かってさ、なんかプレイヤーが革命を起こせばいいんちゃうの、運営をさね、自制させるために。だからガンオンとかも俺ちょっと昨日今日ガンオンの方ちょっと入ってね、遊んでたんですけど、あのラスト1ヶ月なんだけど逆に盛り上がっちゃってる感じですよ。なんかね、結局2、多分あれは2につながると思うんですけど、新しいシステムとかなんかそういった部分が結構ねみんな好評らしくて、なんか逆にこの一旦ねサービス終了っていうのが、まあ、いい方向に行くんじゃないかなというね、もうリセットしちゃうっていう形で、だからもう損切りじゃないけどさ、もうある程度プログラムでさ、もう今の時代についていけないなと思ったらさ、もう一回全部ね、損切りじゃないけどもうクローズしちゃった方がいいんですよね。で新しいものをリリースしちゃった方がさ、またみんな用意ドンなわけじゃん。それの方がみんなやっぱ頑張れるわけじゃんね。でガンオペもね、えそういった部分あるんじゃないかなって私は思うんですけどね。もう一回用意どんでねえ、でもな金かかるでなこれ難しいっすよね。まあちょっとそういったご報告の方いっぱいだ私でごめんなさい。全然ね他のチームとか何YouTube も含めてガンオペ全然興味ないから見てないですよ。で皆さんからメールとかハロとか報告いただいて、で私もずっとねガンオペ本当に合間合間しかインしてないから、ポチポチやってないから、その時にまとめてハロ見て、もう埋もれちゃってる方はごめんなさい。結構枠少ないじゃないですかハロって。なんかね1000件とかねえ、なんかプールできるわけじゃないから、あれどれぐらいだっけ、5ページぐらいしか残んないですよねハロって。1ページで10件の50件しか入らないからハロ50件じゃストック飛んじゃいますので、埋もれてる方すいません。でもメールとかもいただいてますしね、まあ大ちゃんの公式の方のねメールの方とか、まあ、あと
実際ね、あのガイチャでつながってる方とかもね、まあ、そういう報告は、まあ、いただいてますので、ちょっとね、あの私が一応ああいう動画をね、まあ上げた以上はきちんとね、これに対しては責任を持って私なりの意見とかご報告をしなきゃいけないかなという形で、けじめをつける形で、今日動画の方上げてみます。まあ見ましたあのすいません、これね、あの YouTube に上げてるのはあの録画なんですけど、あの一部ね、違うコンテンツの方で、あの違うコンテンツの方で私の本当にもう身内だけで、まあね、もうほとんどディスコードと一緒なんですけど、生配信もやってるもんですから、その内容をそのまんまあの YouTube の方に上げてる形が多いもんですから、だからね、無編集だったりとかまあ編集するのもめんどくせえっていうのもあるからね、あれなんですけど、もうこんな本当に趣味でやってる YouTube のチャンネルですので、他の方のさ、ね、配信サイトで生ライブとかやったやつをこっちに、そのまんま録画で上げてることとかも多いものですから、ちょっとその辺のなんか誤差とか、なんかちょっと意見のズレとかですね、そういった部分はご了承くださいませ。ではおやすみなさい。